何回か写真効果をともみさんに習ったんですけれども、普段使ってないとどうしても忘れちゃうんですよね。それでちょっとマンツーマンで教えていただこうかなって、マンツーマンの申し込みをしようかなと思った時に、この4回講座がお知らせがあったんですよ。なので私はもうこれだと思って参加しました。あ、そうだったんですね。いやでもあれですよね、4回でちょっとずつゆっくりやってどうでしょう、よかったかなと私も思うんですけど。そうですね、うん、1回で集中もねもちろんいいと思うけど、そう1回で集中だと例えばシャッタースピード優先とか、あと露出優先とか、なんかそこのところでじっくりできないから、慌ただしく終わっちゃうじゃないですか、だけどなんかこれだけ4回講座になると、なんかその時その時で今日はこれをちょっとやってみましょうとか、そういう使い方ができるんで、私は良かったです。あ、なるほどね、はい、あ、じゃあ良かったです、はい、じゃあ これからももっと写真を楽しんでいってほしいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。